ハロルド・ジョーンズはイギリスの殺人犯であり、1921年にウェールズのモンマスシャーに住む二人の少女を殺害した。ハロルドは1921年6月21日のモンマスシャー巡回裁判で最初の犠牲者であるフレダ・バーネル殺害に対して無罪となった。その17日後、ハロルドは近所に住むフローレンス・リトルを殺害した。ハロルドは2度目の裁判で、 フローレンスを殺したことを認め、フレダを殺害したことも告白した。事件を起こした時は16歳未満だったことから、死刑は免れた。その代わり、1921年11月1日に、不定期刑の判決を受けた。1941年に釈放され、後に結婚し、一児の父となった。1七十一年に骨腫瘍で死亡した。 ハロルド・ジョーンズは1906年1月にウェールズ・アバー・キラリの炭鉱街で生まれた。4人兄弟の長男で一家は貧しかった。父のフィリップは甲府で母は専業主婦だった。ハロルドとその兄弟たちは地元の公立学校に通った。ハロルドは学校では人気者で模範的な生徒とみなされており、特にスポーツの才能があった。 プロボクサーになるのが夢だった。自由な時間の多くを読書をして過ごし、時には地元の教会の礼拝でオルガンを弾くこともあった。14歳の時に就職のため退学した。家計を支えるのが主な理由だった。地元で油や種子を商うモーティマーズストアーズで職を見つけた。仕事では時間に厳格で信頼できる店員として知られていた。 助けなしに店を切り盛りすることができ、客からの評判も良かった。1921年2月5日の午後、フレダ・エルシー・バーネルという8歳の少女が失踪したと、両親により届け出られた。彼女は、家で飼っている家畜にあげるための鶏用の、香辛料や砂を、近くのサマセットストリートにある、モーティマーズストアズで買うため、R ストリート9番地にある自宅から出かけていた。 最後に、フレダを目撃したのは、父のフレットで、その日の午前9時頃のことだった。予定だった。父は帰宅したら、ペニー硬貨を1枚あげる約束をしていた。フレダ・バーネル・アバー・キラリのサマセット・ストリート。1910年頃撮影。1921年2月5日、フレダ・バーネルはこの通りから姿を消した。一時間が経過してもフレダは、家に戻らず、 両親は大慌てでフレダを探しに行き、目的地だったモーティマーズストアズにも足を運んだ。店員のハロルドはフレダの父に彼女は午前9時5分頃に店を訪ねたと説明し、後にロンドン警視庁からの聴取に対しても同様の回答をしている。ハロルドはフレダに鶏用の香辛料の入った袋を渡したという。フレダは 鶏用の砂も探していたが、ハロルドは店には、バラ売りの砂しか置いていないと伝えたとも述べた。フレダは、バラ売りの砂でもよいかと父に尋ねるために店を出て行き、それからフレダの姿を見ていないとも主張した。午後3時までに、バーネル一家は警察にフレダの失踪を通報した。その後、徹底的な捜索が開始された。翌朝、フレダの遺体が、 甲府により発見された。場所は、モーティマーズストアズから約270メートル離れた、ところにある路地で、袋に入れられて隠蔽されていた。死因は頭部へのドン的外傷と、遺体の首に巻きついていた紐で首を絞められた、ことによると判定された。死亡したのは失踪した、当日の午前9時30分から午後1時の間とされた。また、 クレガは猿靴輪をはめられており、肘は後手に縛られ、足首も縛られていたほか、犯人が強姦しようとしていた形跡もあった。トウモロコシの皮の跡が遺体に残っており、遺体の周囲や遺体が入っていた袋にも発見された。捜査官たちは、ハロールド・ジョーンズの雇い主所有の小屋の中に鶏の囲い場があり、遺体発見現場から、 ほんの数百メートルの距離だったことに注目した。その囲い場にはそこら中にトウモロコシの皮が散らばっていた。失踪時にフレダが所持していたハンカチも小屋の中に落ちていた。また、フレダの頭にドン敵外傷を負わせた斧の柄が小屋の中の袋地の下に隠されていた。雇い主を除けば、ハロルドは小屋へ入るための鍵を所有していた唯一の人物だった。 午前9時15分から午前9時45分にかけて、ハロルドを店の中で見た者はいなかった。ハロルドの友人であるレビメーリックは2月5日の午後10時20分頃に、ハロルドからフランク・モーティマーという少年と共に小屋について来ないように言われたと警察に伝えた。別の目撃者もバーネルが失踪した日の朝に小屋から女の子の叫び声を聞いたと証言した。これらの証拠に対し、 ハロルドは、フレダが失踪した日に、自分は小屋にいなかったと主張した。しかし、捜査官たちはハロルドが犯人であると確信し、ハロルドをアバーティラリ警察署に留置して、検視審問の結果を待った。3月7日、フレダの死に対する審問が開始された。ハロルドは、この審問で、証言のために呼ばれた数多くの人々のうちの一人だった。ハロルドは、 殺人があった日の自身の行動について矛盾する証言を繰り返し、証言の様々な箇所で嘘をついたと認めることになった。ハロルドを殺人と結びつける物的証拠は乏しかったが、捜査官たちは有罪にできる十分な状況証拠があると考えていた。ハロルドは4月5日の治安判事裁判の日まで留置された。 この裁判ではハロルドによるフレダ・バーネルの枯札の疑いを審理することが決定された。保釈は却下され、ハロルドはアスク刑務所で裁判を待った。6月21日、ハロルドはモンマスシャー巡回裁判でフレダ殺害の疑いで裁判を受けた。検察は2月5日にハロルドがフレダを雇い主所有の小屋の中で殺害し、遺体を袋に入れ、その日の夜に 小屋の近くの路地で遺体を遺棄したと主張した。ハロルドは無罪を主張し、フレダを目撃したのは午前9時5分頃に、店で会った時が最後だと述べた。ハロルドは最初の審問で、いくつか矛盾した発言をしたが、裁判で証言を行った時は、平静さを保ち、厳しい反対尋問にも抵抗した。ハロルドの雇い主であるハーバート・ヘンリー・モーティマーは、ハロルドに、 アリバイがあると主張した。ハーバートは2月5日の早朝、ハロルドと自身の息子が店で働いている声を聞いており、それは二人がジャガイモの袋を客に届けた午前10時頃より前のことで、その後に店に戻ってからは終日働き続けていたと述べた。さらに裁判3日目には、ハロルドの父が事件のあった夜に、ハロルドがフレダの遺体を路地に行きしたという検察の 主張に意義を唱えた。ハロルドは仕事から戻ってから翌朝まで家を出ておらず、もしも家を出ていたら自分が気づいていただろうと述べた。ハロルドの父の証言は妻の主張からも補強された。ハロルドの母もハロルドはいつも女の子に対して行儀よく振る舞っていたと強調した。裁判ではフレダはハロルドの雇い主所有の小屋で殺害された可能性が 非常に高いことを示す証拠が提示された。その上、ハロルドとモーティマー一家のみが小屋の鍵を所持していた。しかし、5時間を超える審議の後、陪審はハロルドを無罪とし、未知の単独、または複数犯による殺人との氷決を満場一致で下した。ハロルドは自由の身になり、部外者の目がない中で両親との再会を果たした。それは、 涙ながらの様相だったという。その後、地元のレストランに連れて行ってもらった。その折、ハロルドはテーブルの上に立ち、多数の支援者たちに言葉をかけた。支援者たちに感謝の意を伝え、アバーティラリの人々への恨みはないと述べた。その後、旗や垂れ幕で飾られたシャラバンに乗ってアバーティラリに戻り、地元の人々からの声援に応えた。 地元の人々のほとんどは15歳の少年が子供を強姦したり殺害したりするなんてあり得ないと考えていた。戻ってきてすぐにハロルドに会いに行った人の中には隣人のジョージ・リトルがいた。ジョージは皆が無実を信じていたとハロルドに伝えた。フローレンス・リトル・フレダ殺害で無罪になってから17日後の7月8日、ハロルドは家の外のダランロード10番地で 妹のフロッシーが隣人のフローレンス・アイリーン・ディートルとホップスコッチを遊んでいるのを目にした。ハロルドは自分の家族の手伝いという口実でフローレンスを家へ誘い込んだ。ハロルドは家の中でフローレンスの首を絞め台所へ引きずり込んだ。木の厚板で頭と米紙を殴り頭や首をシンクの上に吊るし上げ紙をつかみ父のポケットナイフで喉を切った。 その後、フローレンスの頭と首を灰色の軍隊シャツで包み、一部脱がされた遺体を屋根裏に隠した。シンクや壁、床、屋根裏への昇降口から目に留まった血痕を洗い落とした後、風呂に入った。午後11時15分、警察にフローレンスの失踪が届け出られ、すぐに家から家への捜索が行われた。同時に、近隣の森や山での捜索も行われ、 地元のボランティア数百名が助力した。ボランティアの中には、ハロルドの姿もあった。ハロルドはリトル夫人や警察から、フローレンスの行方について質問されたとき、フローレンスは、自分の家の表玄関のところにいたが、立ち去ってしまったと答えた。翌日午前8時30分、地元のヘンリー・ルイス・警視と一人の巡査が、ハロルドの父の同意を得て、ハロルドの自宅を捜索した。 その間にハロルドはこっそりと家を出た。屋根裏への跳ね上げ度に明らかに掃除しようとしたようであったが、血痕が残っていることに注目し、巡査は屋根裏を捜索した。果たして、たるきと交わるような姿勢で手足を伸ばした状態のフローレンスの遺体を発見した。警察がハロルドの自宅を捜索したところ、血のついた凶器のナイフが発見された。ハロルドが、 フローレンスの喉を切ったシンクの下では、血液混じりの水で満たされた小さなソースパンが見つかった。ボイラーの下には、血のついた50センチメートル弱の厚板が隠されていた。フローレンスの遺体が隠されていた屋根裏への入り口の近くに血液が付着したテーブルもあった。このことを知り、父のフィリップ・ジョーンズは家を出て、近くのマイターストリートで友人と話していたハロルドを、 逮捕した。ハロルドは父に連れられて、ダレンロードへと戻り、その場で拘禁された。フローレンス殺害の容疑で、ハロルドが逮捕されたという知らせが、地元の人々に伝わると、およそ500名の人々が憤慨して、地元の警察署の外に集まり、ハロルドの即時釈放を求めた。ルイス・ケ視は、群衆に対し、ハロルドの自宅の屋根裏から殺された少女の遺体が、 発見されたことを告げ、解散して帰宅することを促した。7月11日、フローレンスの死に対する審問が開始された。フローレンスは、喉の負傷からの出血により死亡したと証言された。また、フローレンスの母であるエルシーは、フローレンスが失踪した日に、ハロルドの家を訪ねて、ドアをノックしたところ、取り次ぎに来るまで丸々2分かかったと証言した。 その時のハロルドは入浴していて遅れたと説明した。フローレンスの母がハロルドに娘を見かけなかったか、質問すると、ハロルドは微笑み、ここにいたが、裏口を通って出て行ったと述べた。審問は7月23日まで延期された。その後、30分の審議の末、陪審は、満場一致で、ハロルドの古殺を認める氷決を下した。 この氷結や、再び児童を殺害した容疑で法廷に立つことに、関してどう思うか問われると、法的手続きについて細々と書かれたメモ書きを、受け取っていたハロルドは立ち上がって、自身の潔白を主張したという。裁判まで再びアスク刑務所に拘留されることとなった。裁判を待つ間、ハロルドは9月17日付の書状で、フローレンスリトル殺害を公式に認めた。 ハロルドは殺人の動機について殺したいという欲求があったためだと述べた。1921年11月1日、モンマッシャー巡回裁判でフローレンス殺害事件の裁判が開始された。ブレ判事の下での裁判で検察はハロルドはフレダ殺害で無罪になった後に注目されたことで注目を集めたことを楽しみ、それを主な理由として 殺人を犯したと主張した。フローレンス殺害後に家の中の犯行の証拠を隠そうとしたとも述べた。裁判は1時間で終了し、ハロルドには不定期刑の判決が下った。事件当時のハロルドは16歳未満であり、どんな形であれ、死刑の対象にはなり得なかった。ハロルドが刑罰のため刑務所へ連行されてから間もなく、二つ目の書状が公表された。 その書状も裁判の前に書かれたもので、ハロルドが触れたバーネル殺害を告白する内容だった。触れた殺害の同期も殺したいという欲求があったためだと記していた。アスク刑務所。1921年11月1日、ハロルドはこの刑務所で刑期を過ごした。ハロルドは獄中で20年の時を過ごした。精神科医の忠告をよそに、 1941年12月6日に釈放された。その後、マーチャントネイビーに加わった。第二次世界大戦により、しばらくの間、ウェールズのニューポートに住み着いた。1948年までに、ロンドンのフラムに移住し、ハリー・スティーブンズという偽名を使った。後に結婚し、一時の父となった。1971年1月2日。 ハロルドは骨腫瘍により死亡した。晩年、ハロルドは夜景の仕事をしており、ハリー・ジョーンズという偽名を使っていた。しかし、死ぬ前に、ハロルドは妻に、ハロルド・ジョーンズの名で、死亡診断書に記すべきだと伝えた。フローレンス殺害事件から間もなく、ハロルドの雇い主であるハーバート・モーティマーは店を閉め、家族と共に、アバー・ティラリを去った。どこへ移住したかは不明である。 フレダ殺害事件の裁判で偽証したことで、地元の人々から排斥されたことや、この偽証によってハロルドが自由の身になり、再度殺人を犯すこととなったことへの罪悪感が原因だったという。フレダとフローレンスの遺体は、グライニセル共同墓地で埋葬された。二人の墓は、数十年間破損した状態だった。2017年に、地元の著述家のニール・ミルキンズが墓の修復を、 訴え始め、4000ポンド以上の資金が集まった。ミルキンズの活動は少女たちの親類と話したことが動機となった。親類たちは墓が破損していたことに憤慨していた。その後、2018年に少女たちの墓は修復された。ありがとうございます。